霊式環状戦闘機の派生型。霊式環状戦闘機の派生型では、太平洋戦争を通して大日本帝国海軍以下、海軍の主力戦闘機として生産された霊式、環状戦闘機以下、霊戦。霊戦の概要については、左項を参照のことの派生型について、各方ごとに説明する。なお、性能諸言の各地や武装は主に参考文献に、 夜が必ずしも各方の同一機体におけるものではなく、都合上元のデータ表からの再アレンジを行っていることに留意されたい。海軍から提示された十二式艦上、戦闘機計画要求書に基づいて作られた冷戦の試作1号機は1939年3月に完成、4月には初飛行している。海軍は当時機体の新エンジンであった。 中島飛行機製の境を将来的には搭載する意向だったが、試験中で正式採用されていなかったため、試作1号機と2号機には三菱製の随星13型、利小 780HP 搭載された。当初は2羽プロペラを装備していたが、試験中に発生したプロペラ振動の解決のため、途中で3羽プロペラに取り替えられた。試験は順調に進み、 エンジンを、境12型、想小 940HP に換装した3号機以降も、次々と海軍に納入された。しかし、1940年3月に2号機が、プロペラ化回転の原因を究明する、実験中に空中分解事故を起こし、パイロットは脱出には成功したものの、降下中に、パラシュートが離れて殉職した。 直接の原因は昇降だのフラッターと推測されたが、この事故は冷戦の機体強度が設計で想定していたより低いことを露呈する出来事であった。なお、十二市幹線は計画要求書交付の時点では中島にも発注されていた。中島機 A6N1 は内時段階では数案が海軍に提出されているものの検討段階で施策を辞退しており、 具体的な形にはなっていない。3号機以降は1.2号機に間に合わなかった坂江12型を搭載しており、その試作3号機から8号機を含めた合計64機が製作された。3羽プロペラを装備しているが、着艦フックは装備されていない。昭和15年7月、当時未採用だった本機のうち9号機からの計40機が観光基地に 防空戦闘機として配備されることとなり、現地において残された問題を解決した同月に、零式1号艦上戦闘機1型とて、正式採用されるが、昭和17年の類物変更により、一般的に知られている、11型に変更となっている。観光基地に配備された11型は、当初の目的だった、基地防空用ではなく、重警へ爆撃を行っていた、 爆撃機の援護機として活躍。昭和15年9月13日に、重慶上空で、初空戦を行い、日本側の記録では I-15 と、I-16 で構成された中華民国軍、戦闘機27機を零戦13機が無損失で、前期撃墜したという伝説的戦果を報じている。ただし実際の中華民国軍機は I-15.25、機と、I-16.9 機の、 計34で、飛弾、悲劇対合わせて24機だった。この頃、中華民国軍で軍事顧問を務めていたアメリカ陸軍のクレアリーシェンノートは冷戦の脅威にいち早く気づいて、本国にその能力に関する報告を送っていたが、日本にそれほど優秀な戦闘機を作れる技術がある。はずがないとしてほとんど相手にされなかったと言われている。ただし、 太平洋戦争中盤以降に冷戦を苦しめたサッチウィーはアメリカ海軍のサッチ少佐が開戦前にシェーノートのレポートを読んで感じた日本軍新型戦闘機の性能がこのレポートの半分でもあればアメリカ海軍の戦闘機では対抗しがたいという機関から考案されている21型は11型をもとに空母への搭載を前提として本格的に量産された型である 11型同様、採用当時の正式名称は、零式1号艦上戦闘機2型だった。霊戦の翼幅12メートルは、空母のエレベーター寸法を考慮して決められていたが、実際に運用してみると不都合が多く、翼端がエレベーターに当たるため斜めに乗せなければならないなど、翼端を50センチメートルずつ折りたためる機能が追加されたほか、11型では省略されていた。 着艦フックや無線機等法位測定器といった艦上機用装備も追加された着艦フックや無線機等法位測定器は11型の後生産18機も装備または装備可能になっている。真珠湾攻撃をはじめとする太平洋戦争の初戦に実戦投入されその長大な航続距離と卓越した運動性能 20mm 機銃2丁の耐火力は アメリカ軍に衝撃を与え、当時の日本軍の海進撃と相まって多くの冷戦伝説を生み出すこととなった。海戦直前に起きた下川事件の対策として、主翼強度を増す設計変更が割れた結果、採用当初には時速 509.3km だった最高速度が時速 533.4km にまで向上している。生産数は三菱製が740機。 昭和19年春まで生産された中島製、ライセンス生産が2821機であった。32型は実用化後発の大規模な改修が施された性能向上型であり、1942年4月頃から量産が開始され、同年秋頃には実戦投入された。エンジンを二足下級機付きの境21型、利昇 1130HP に換装し、 21型の主翼端の折りたたみ部分を切り落としたように 50cm ずつ短縮している点が特徴である。21型に比べてエンジン出力が向上するとともに下級機の変速数が2速となり高高度での速度の向上が見込まれていた。また翼面積を減らすことで空気抵抗を抑え速度と横転性能を向上させることも狙っていた。実際、速度 上昇力、上昇限度の各数値は21型に比べて向上しており、急降下性能や横転性能も改善されている。また 20mm 機銃そのものは単重心の1号銃ではあるものの、傾向弾数を60発から100発に増やすことで、武装強化が図られている。試験的に超重心の99式2号 20mm、 機銃や二式 30mm 機銃に乾燥た機体も数機作られ、ラバウルに送られている。しかし、配備初期はエンジンにトラブルが多く、また機体回収に伴う燃料体育溶石の削減により、航続距離、航続時間が低下している主翼端やエンジン乾燥は、航続力低下にほとんど影響していない。ただし、核型の翼端は、航空力学的に問題があり、 設計副主任のソ根義ヨシミネンは未解決の問題として、翼端を丸型に成形すと設計ノートの目も残している。折しも実戦配備時期が長大な距離を往復する航空作戦が中心となったがだるかなる攻防戦と重なってしまい、航続距離の減少が問題となった2号冷戦、問題ため燃料搭載量を増した22型の開発、配備が促進されたことから、 北洋になって登場したにもかかわらず、生産数は三菱での343機に止まった。ただし、1942年や秋までに部下島やブーゲンビル島の部員に全身飛行場が整備されてからは、航続距離の低下はほとんど問題にならなくなり、部員からであれば32型デモが当るかなる上空で、空戦1時間行っても帰還できるようになった。 また1943年春に昇復伝素少佐がまとめた戦訓による戦闘機用法の研究には二号冷戦は高速時の横転操作が軽快なので空戦で有利という記述がある。なお連合国軍での冷戦のコードネームはゼケであったが本型はその翼端の形状から冷戦とは異なる機種と認識されたため新たに ハンプというコードネームが与えられており、1943年6月付の米海軍日本軍機式別町では南太平洋戦域において最も重要な戦闘機の一つと評価されている。22型は航続距離短縮という32型の欠点を補うために急遽開発、生産された型で1942年末から 三菱のみで生産された。エンジンや胴体部分の基本設計は32型と同一だが、翼内燃料タンク容量の増量による重量増加に対応するため、主翼を21型と同じ翼服に戻し、翼端折りたたみ機構も復活した結果、急降下制限速度は低下している。中盤以降のソロモン諸島の戦いに投入されたが、その頃には、 ソロモン諸島に全身基地が設置されており、せっかく回復した、航続距離も意義が薄れていた。武装強化型の22型港を含めた生産機数は560機だった。22型港は 20mm 機銃を99式2号3型に乾燥した型で、1943年の春頃から52型の生産が始まる1943年8月まで生産された。 以後に開発された形式の冷戦には99式に5 0が搭載されている。なお22型及び22型項は32型では翼端短縮で対応していた横転時の総打力軽減を下川事件の影響で21型初期型以降廃止されていた補助翼バランスタブを復活させることによって対応している。52型は22型の発展型で 折りたたみ機構を排して、翼腹を32型と同じ11メートルに短縮したものの、21型や22型のように、円形に成形された翼端を持つ主翼と、エンジン排気による空気の整流、水力増強を狙い排気管を分割して機首部の外形に沿って排気する、水力式単排気管が、外見上の特徴である。なお52型は32型と、同一エンジン装備で、 正規全微重量で2 0 0ラム近く増加しているにもかかわらず、最高速度は約時速2 0トル上昇力も向上しており、水力式単廃機関の効果を垣間見ることができる。ただし、極初期生産型には、水力式単廃機関が間に合わず、22型同様の集合廃機関を装備している。単廃機関装備後に廃機関からの高熱の廃棄が、 タイヤや機体外反を痛めることが判明したため、最下部の排気管を切り詰め、残りの排気管口付近に耐熱板を貼り付けるといった対策が施されている。なお、後期生産型では無線機が新型の三式機区1号に換装されたほか、屋内燃料タンクに自動消火装置を装備して防御力を高めている。三菱では1943年8月から、 生産が行われ、中島でも1943年12月から転換生産が行われている。武装強化型の甲、オツ、兵を含めて終戦までに0尖閣型でも最多となる約6000機が生産され、0を機械戦以降は特攻機としても使用された。52型甲はドラム球弾式の99式2号3型 20mm 機銃を ベルト球弾式の99式2号4型 20mm 基準に乾燥した型である。球弾方式としてベルト式を採用することによって、よくないスペースを有効に活できるようになり、蛍光弾数はそれまでの100発から125発まで増加した。さらに、主翼外板を 0.2mm 厚くして強度を高めたことで、急降下制限速度は、 時速7 4 0 8トルに達した。三菱では1944年3月から生産が行われ、やや遅れて、中島でも転換生産が行われている。52型オツは、奇襲元の97式7 7ト、mm、ル機銃を、3式1 3 2ト、mm、ル機銃に換装した型で、高い対弾性を持つ連合軍機にもある、程度対抗できるようにしていた。また、 全部風防を 45mm 厚の防弾ガラスとし、座席の後部に 8mm 防弾後半を装備可能としている。52型兵は、甲、オツの路線を踏襲し、さらに武装と防弾装備を強化した型で、武装面では領主翼に3式 13.2mm 機銃を1丁ずつ追加して計3丁に増やしており、 岸下限の97式 7.7mm 基銃は、撤去、防弾装備面では、座席後部に操縦員頭部保護用の 55mm 防弾ガラスを追加している。堀越二郎技師の設計陣に余裕がなかったため、零式水上観測機を開発した佐野栄太郎技師の設計陣が解説系に当たっている。本形式まで速度の低下はさほど現れなかったが、 実際は急降下性能を除く運動性能全般や上昇力、上昇限度の各数値が52型オツに比べて低下しており、講師の強化に重点を置いた代わりに、冷戦本来の運動性能を削ぐ形式になっている。三菱、中島とも1944年10月から生産を開始している。後に改善されたが、 当初三菱から提供された設計図にミスがあったため、初期生産の中島52型兵は落下式造装を装備できなかった。53型は52型兵のエンジンを水メタノール噴射装置付きの井31型に換装し、自動防老式防弾燃料タンクを装備した型で、ある。来電と市電の生産遅延を埋める。 性能向上型冷戦として本命視されてたが、栄三31型及び防弾タンクの開発遅延と1944年10月に正規した冷凍機改戦に対応するため、冷戦の生産は既存の52型兵に集中することになったことから、開発は一時中止された。完成した53型試作機は一機のみ。その後、開発は再開されたものの量産に移る前に、 終戦を迎えている。62型、63型は52型兵、53型の胴体下に2 5 0ラム爆弾の顕著化、落下増装顕著化兼用を設けた戦闘爆撃機型である。特攻機として使用された機体には5 0 0ラム爆弾を搭載したものもあった。エンジンには水メタノール噴射装置を備えた境31型を装備予定であったが、 同エンジンの開発遅延のため、水メタノール噴射装置を除いた堺三十一型、高、オツを搭載した五十三型を戦闘爆撃機とした a 一型搭載型が六十三型、五十二型兵を戦闘爆撃機とした堺三十一型高、オツ搭載型が六十二型になる。大型爆弾を搭載しての急降下にも耐えられるように水平尾翼の内部構造強化や、 胴体下面の外板圧増加も施されている。63型は、わずかしか生産されていないが、62型は三菱で158機、中島での生産数は不明だが数百機が生産されたとみられ、本型が冷戦の最終量産型となった。54型、64型は52型兵のエンジンを、水メタノール噴射装置付きの三菱製。 金星62型、利小 1560HP に換装した型である、54型が試作機、64型が量産機に付けられた型番である。境より大直径である、金星搭載のため機種の 13.2mm、機銃は撤去されている。64型は62型、63型同様、戦闘爆撃機、特攻機としての運用も前提としていたが、 純粋に戦闘機としての要望も強かった。本形式は、このエンジン乾燥によって、本来の運動性能を取り戻したが、試作機完成が、終戦直前の1945年、昭和20年4月だった上に、アメリカ軍による空襲金星62型の生産ラインが、破壊されていたため、完成した54型試作機2機は、テスト飛行中に終戦を迎えた。 1945年、昭和20年7月から生産を命じられた64型は、時すでに遅く生産中に終戦を迎えた。なお、長らく本期、54型の資料は確認されておらず、機種の形状は謎のままであったが、近年写真と図面が発見されている。この写真によると、スピナー及びプロペラは、 同型エンジンを搭載する水星33型と同じものを装備している。本形式が冷戦の最終形式となった。金星搭載は武装、走行の重量増加によるエンジンの出力不足を補うためであり、実際に速度、運動性能は向上した。ただし、金星搭載案は、これが最初ではなく、公式には過去において、 54型開発時も含めて3度検討されている。1度目は32型開発当初に境21型への感想とともに検討されている。この時は乾燥対象が採用前ということもあり、設計段階で候補から外されている。2度目は52型生産開始直後であり、誉れの増産の代償として、 堺の生産縮小が計画されたことから、すべての堺搭載機について金星への換装が検討され、当時生産されていた三菱製52型と中島製2型も検討対象になっている。52型への換装はかなり真剣に検討された、生産終了の近い中島製21型は、堺装備のままが、後続距離が20%減少する割に速度が上がらず、 翌面荷重も曲線並みに高くなると試算された、金星装備冷戦の生産開始まで1年近く、必要なことも問題視されたことから、三菱には冷戦を減産させる代わりに、すでに生産開始されていた雷電を増させ、中島には17主幹線、後の烈風の実用化まで21型を生産させた方が良いという理由により、この乾燥計画も発揮されている。もっともと、 その代替である資電、資電改めの生産遅延のため、まもなくこの方針は撤回され、冷戦の増産と、性能向上型、後の五十三型の開発が命じられている。三度目の乾燥計画も、中島に、誉れのさらなる増産を命じる代わりに、生産終了する、栄の代替として、金星が搭載されたという事情があった。このにも、設計現場で、 金星乾燥は幾度か検討されているとの証言もある。冷戦の練習機型として21型を複座に改装した冷式練習戦闘機11型 A6M2K と52型を同じく複座に改装した冷式練習戦闘機22型 A6M5K が存在していた。生産は日立や海軍の航空省が担当し、 日立生産分は273機だった。二式水上戦闘機は、中島で11型をもとに開発されたフロートを有する水上機である。海上での小回りの良さから、太平洋戦争前半に東所部での偵察、連絡、輸送船攻撃などの任務で活躍した。生産は中島が行い、総生産数は327機。なお、 戦後、仏良インドシナに進出したフランス軍は、遺棄された本機を修理して運用している。停戦の操縦席後部、または、胴体左舷に99式2号4型 20mm 車重1丁を搭載して、夜間戦闘機に回収された機体が少数存在しており、通称、霊野戦と呼ばれた。改造されたのは52型が多く、それらには、 A6M5DS の略号が与えられた。夜間戦闘機ではあったものの、厚木の第302海軍航空隊では、B-29 やアメリカ海軍の艦載機の昼間、迎撃にも使用された。防弾装備に優れたアメリカ軍機、主に B-17 等の大型爆撃機に対抗するため、主翼の 20mm 機銃を、過小2式 30mm 機銃、 蛍光弾数角42発に乾燥した機体がラバウルにおいて実戦投入された。32型3機に搭載されたと伝えられ、その大威力は現地部隊から高く評価されたが、生産工場が同じであるために式 30mm 機銃を生産するには99式 20mm 機銃の生産数を減らさなければならないことと、より高性能の5式 30mm 機銃の 開発が進んでいたため、過小二式 30mm 機銃自体は50兆という、少数生産に終わった。同機銃は後に、雷電の一部に装備され、B-29 迎撃で戦果を上げた。ラバウルには大破した複数の冷戦から使える部品を、かき集めて再生した複座の改造機が存在した。零式練習戦闘機とは別物で、百四十四年にラバウルから、 戦闘機体が撤退した後、ラバウル交渉が機体番号53-122-21型を元に一機のみ完成させている。アドミラルティ諸島の飛行場爆撃や後に鉱石にカメラを搭載して偵察を行った。その後撃墜されたが1975年に海中から引き上げられ、復元の後国立科学博物館に展示されている。資料はほとんどないが、 試作機や計画が存在したとされている派生形を以下に列挙する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。